こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品の時にですね、えー、商品サイズというのをね、えー、入力することがあります。まあ、これ初めて FBA 納品する人が、まあ、アマゾンにこの商品はこういう梱包ですと、大きさと、まあ、どんな梱包ですというのをね、えー、知らせて、まあ、アマゾンがそれを発送の時の参考にするんですけど、 このサイズを間違えて入力するとね、ひどい状態で届くことがあります。サイズ適当にね、ちっちゃめに言っといた方が保管料安いかなとか言ってね、入力しちゃうと、例えば本来ね、箱で送るべきものをね、封筒に詰めて送っちゃうと。パツパツの封筒で送ったらね、海外は封筒だろうが箱だろうが情け容赦なく上に荷物とかね、載せちゃったりしますんでね、もう これ今んところまあオーストラリアだとそういうね事故ないんですけどアメリカ頻発してますアメリカねまあアメリカ今景気も悪いしね景気が悪くて一番まあしわ寄せというか受けるのはねこの FBN のまあ物流センターとかね荷物詰めとかやるような人とか配送の人なんで相当今までだと考えられなかったようなひどい事故も起こってます え、オーストラリアだけしかやってない解散は別に気にしなくていいですけど、アメリカだとね、最近やって驚いたのが、えー、封筒だけ届いた。ね。中身から、<laughs> 詐欺かよって感じなんですけど、え、アマゾンね、中身入れ忘れて送っちゃった。中身入れ忘れて送ったのか、封筒に入れようと思ったら入んねえから、まあいいやめんどくせえって言ってそのまま、ね、次の工程に進めちゃったのか、え、そんなことしないでしょ、普通って思うんですけど、いや、そんなことしないでしょっていう人が、 働いいてるのがアメリカという社会なんでねまあ日本のブラックとか給料が安いっていうのとアメリカだとちょっと次元が違うんでねまあかなりひどいことになってるんで本当にアメリカは安いものを売る、まあ、壊れても、えー、いいような利益を取る事故があったら諦めるというまあ3つの覚悟は必要ですもっといいオーストラリアもねきちんと入力しとかないと、えー まあ間違えた梱包で送られてね、えー、そういうひどい状態届いて、まあ、当然返品になってお金、お金入んないと、まあ、商品ごみになっちゃうということにありますので、まあ、正しく、ね、測って入力してください。これのことかなと、初めて見てねやり方わかんないという場合はねお気軽にご質問ください。 この納品設定とかの質問ねに関しては、もうあのどのサポートっていうの関係なくね、ねあのどんどん新しい画面を見た場合、質問いただければね記事なり動画なり作ってきますので、えー、遠慮なく質問してください。まあ以前、アメリカの FBA 納品のために作った画面、まあこれね、えー 注意点とか入力する項目はちょうど一緒なんでね、こちらなんかも参考に納品設定作っていきます。まあ、何しろね、オーストラリアは配達員であろうが、荷物詰めてる人であろうが、高い給料でね、働いてるんでいいんですけど、まあ、品質が割といいんですけど、アメリカなんてで、ね、もう配達員とかね、 FBS 高で働いている人、まあ、給料安いわ、仕事きついわでね、まあ、仕事をちゃんとやるというのをね、望むのが今や厳しいような段階になっちゃってきてるんでね、えー、もう納品する際には壊れない、何があっても壊れないとかね、えー、まあまあ、何十個がなくなっても別にいいよ、ね、たくさん売れて儲かってるしというような商品を扱う必要があります。オーストラリアは積極的に。 アマゾンは商品選びはしんあの、アメリカのアマゾンは、えー、商品選びは慎重にということでね、両方やってる人とか、アメリカ中心にやってる人は、えー、事故、増え続けててね、減ることは、減ることないです。品質は、えー、月を追うごとに悪化してますんでね、アメリカの、あのー、梱包品質、配送品質はね、えー、その辺は、えー、覚悟して、ホリデーシーズンどうなるんだろうというのが若干、 怖いような気もするんですけど、壊れない、利益が取れると、ねえー、壊れても諦めがつくというのはね、えー、覚悟してアメリカ・アマゾンには臨んでください。オーストラリア・アマゾンは、ねえー、入力の仕方、初めて出てきたという場合は、どんどん遠慮なく、えー、あれ、どっかで、えー、解説したけど、忘れちゃったなというときはね、もう探さなくていいんでねあの、見つかりにくいところにあるってこと自体が見つ,見つかりやすいところに、あのー 置くようにしますのでどんどん質問してください以上アマゾンシスサポーター堀秀夫でした